以前の動画はご覧いただけましたでしょうか。日本の鉄道で一番勾配がきつい碓氷峠、その伝説の勾配を空腹を耐え、信越本線の旧線となるアプト式鉄道の廃線跡を歩き、日本の鉄道史に残る貴重な遺産を見ながら、過酷な道を勾配に耐え、寒さに耐え、横川駅と軽井沢駅の間 11.2キロ、標高差553メートル、日本の粘着式鉄道で最急勾配 66.7パーミルを歩いた。今日の動画は立ち入り禁止の信越本線新線を歩く。また旅より、また旅に出たい過酷な鉄道系 YouTuber トラネコです。上越北陸新幹線の高崎駅に来ています。今日はここからまた横川駅を目指します。今ではローカル線となってしまった信越本線も、かつては上野から軽井沢長野方面へ特急浅間号が1時間に1、2本走っていました。峠のふもと横川駅です。左側に見えている線路は、かつて特急浅間号の後ろに連結していた EF63 の待機場所です。 EF63 の運転士はここから特急浅間号の乗車率を見て、ブレーキなどの加減を変えていたそうです。ここから軽井沢方面は北陸新幹線の開通とともに廃線となってしまいました。かつてはつながっていた線路ですが、まるでなかったかのように車止めが設置されています。以前の動画で歩いたのは、信越本線が電化される前に開通していたアプト式鉄道の廃線跡。 66.7パーミルという尋常ではない勾配を超えるために、アプト式鉄道ラックレールという歯車のようなギアをかまして、なんとか坂を登っていました。このレールが横川駅に残っています。前回の動画ではこのアプト式鉄道の廃線跡を歩きましたが、今日歩くのは信越本線の電化された後の新線を歩きます。普段は歩けない廃線跡ですが、今日はお金を払って特別に歩かせてもらいます。ここが受付になります。6500円ということでちょっと高めですけれども、トランシーバーで解説もつけていただけるということで、かなり価値があるイベントだと思います。このように碓氷峠は見どころが満載です。さあ、ここで碓氷峠おさらいをしていきましょう。碓氷峠は関東から信州軽井沢長野方面を結ぶ峠の道です。今日の出発地点は峠のふもと群馬県横川駅。山のふもとの小さな町ですが、昔から交通の要所として栄えてきました。横川駅を 3D で見渡すとこのような形です。町の多くの部分を線路が占めており、いかに鉄道で栄えてきたかがわかります。奥に見えている碓氷鉄道文化村は、かつて EF63 の基地として横川運転区が置かれていました。峠の釜飯で有名な荻野目のドライブインも大きなスペースを占めています。さあ、その先信越本線山に向かっていくと峠の湯、今日はここで休憩ポイントがあります。そこから信越本線はさらに山に入って熊野平、ここはかつて信号所、駅が置かれていた碓氷峠区間で唯一の平坦な区間です。平坦とは言っても山の中腹に無理やり作ったイメージです。さあ、その先サミットとなるのは碓氷峠の頂上。碓氷峠の特徴的なのはこの片勾配ということです。坂を登って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 山の頂上に軽井沢があるというイメージです。最後は新幹線の駅がある軽井沢駅がゴールとなります。碓氷峠の主役といえば EF63、かっこいいですね。碓氷鉄道文化村はトロッコ列車や子ども向けの列車もたくさん走っています。峠の湯まではトロッコ列車で行くことができます。あと EF63 が追いかけていきました。ガイドの方を追うように廃線ウォークのイベントスタートです。あの運転士さんは皆さんかつて EF63 の運転士だったそうです。碓氷鉄道文化村、ワクワクしますね。碓氷峠の主役 EF63 と189系特急浅間、かつてはこの急勾配に対応するために専用の機関車 EF63 が製造されました。今でも動いているって本当に感動的ですね。 EF63 は協調運転をするためにいろいろな編成と連結するためのジャンパ線が前面にあるのが特徴です。あと白いアンテナも特徴ですね。かつての中山道横川関所跡です。昔から交通の難所でした。
ここから峠の湯までは前回の動画でも歩いた信越本線の廃線跡を歩いていきます。上に走っているのは上信越自動車道、北陸新幹線とほぼ同時に開通した高速道路です。信号機も立派に残っていて、かつての大動脈の面影を残しています。旧丸山変電所です。かつて急勾配を越えるために必要な大量の電力のために設置されました。高崎起点31キロポスト、かつて信越本線がつながっていた証です。前回の動画でもこの橋は渡りましたが、ご注目なのはこのレンガ造り。なんとこの橋、アプト式鉄道の急線の上に作られたんだそうです。そして63パーミルの標識、薄い峠区間全区間 66.7 パーミルというわけではなくて63パーミルといった微妙な勾配のところもあります。集団行動が苦手な虎猫さん、追いつかないといけないですね。至る所にある全部が貴重な鉄道の遺産となっています。ここもかつては特急が30分に1本走っていた区間です。いやー、すごい勾配です。わかりますかね。途中の休憩ポイント峠の湯、ここでスペシャルバージョンの峠の釜飯が配られました。やったー、いただきます。特急浅間号は横川駅で EF63 を連結するために必ず5分停車していました。その時間を使って駅弁を買い求める人が多かったので、東京の釜飯名物になったんですね。美味しいんですよね、この椎茸が大好物です。ごちそうさまでした。うまかったです。お腹いっぱいになったところで、トロッコ列車の終着駅峠の湯を後にします。ここからはヘルメットをかぶって、いよいよ皆さんお待ちかね、普段入れない立ち入り禁止区域に入っていきます。JR が廃線になった後、この区間は安中市が買い取ったそうです。普段立ち入ると不法侵入罪で捕まります。今日はお金を払ってますので、この立ち入り禁止区域を突破していきます。 EF63 になった気分で伝説の勾配薄い峠を歩いていきましょう。ちなみにすごい勾配な上に砂利の上を歩いていくので、思いのほか歩きづらいです。本当にかなり体力を使います。右に見えているのは上り線の線路です。軽井沢から横川へ下る上り線の線路を歩くコースもあるそうです。いい景色。63パーミルの標識、1000メートル登ると63メートル標高が上がります。今から約24年前、1997年に廃止された信越本線ですが、結構綺麗にいろいろ残っています。トランシーバーでいろいろ解説してくれるので楽しいです。このトンネルの側面に書かれている50と30という数字はコンクリートの厚みだそうです。そしてこの枕木の65は1965年製の枕木。トンネルの保守はコンクリートの劣化との戦いだそうです。薄い峠のトンネルは丸型ではなくて縦長の形をしています。地質がいいそうで、トンネルの掘削には適していたそうです。薄い峠は勾配がきついので、枕木の間隔がすごく狭くなっています。勾配のきつさも相まって、まるで階段のように感じます。全身で薄い峠の過酷さを感じられて、とっても楽しいです。ここで一瞬軽井沢から坂を下る上り線の線路を歩きます。こちらは50パーミリと少しだけ緩やか、下り坂の方が運転は大変だそうです。もし下り坂でブレーキが効かなくなったら大変な大事故ですからね。普段は立ち入り禁止のこの区間ですが、貴重な鉄道設備がたくさん残っています。例えばこの架線をピンと張るための重しだったり、この列車無線の設備。廃線から24年が経ったとはとても思えないような雰囲気に感動します。このトンネルは1200メートル以上あります。結構長いですね。中央の部分では地下水を流すための側溝が掘られています。トンネルの入り口は砂利というかバラスト敷きですが、トンネルの中の方は一年中気温が一定のためにスラブ式軌道、コンクリートで直接レールを敷く方式になっています。至る所に現役時代の列車設備がたくさん残っています。トンネルの中のキロポスト、そしてこのゴミはかつての車内から投げ捨てられた空き缶だそうです。昔のお宝がいっぱい眠ってると言ってました。まるでジブリの天空の城ラピュタみたいな世界観、幻想的です。この背の高い鉄橋もすごい勾配を歩いていきます。
向こうに見えているのは下り線の鉄橋。こう見るとすごい傾いてるのがよくわかります。なんて勾配なんでしょう。こんな怖いところで休憩になりました。レールに座って休憩します。奥に見えているのはアプト式鉄道の碓氷第三橋梁、通称メガネ橋。休憩を終えてまたトンネルを抜けていきますが、ここで一大イベントがあります。なんと中継信号機を点灯させてくれています。信越本線が蘇ったかのようです。ちなみに電気は来てないのでディーゼル発電機でこのために発電してくれてるそうです。奥には信号機もありました。出発進行っていうわけにはいかないんですね。悲しい。今も名残を惜しむファンたちが、回送列車を見守っているところです。明日からはこの横川駅終着駅となりまして、隣の軽井沢までは鉄道がなくなります。新幹線を走らせる JR に負担をかけない第二の国鉄を作らないということで国が認めた決定です。こんなはしごなんかも残っていて、本当に現役で使われていたんだなという実感が湧きます。でももう24年経ってるんですよね。そしてこのトンネルを抜けた先にあるのは熊野平信号所。かつて信越本線が単線だった時代にはここで行き違いがされていました。ここにはトンネルが4本取られています。右側2本はかつてのアプト式鉄道、左側2本が信越本線の新線です。熊野平も普段は立ち入れる場所が制限されていますが、今日のイベントはいろんな場所に立ち入れることができます。前回の動画でも触れましたが、架線がきれいに残っていて本当に現役っぽいです。この信号機はラピュタ感がありますね。さあ皆さんにご覧いただきたいものがあります。この熊野平信号所から軽井沢方面に向かってちょっと歩いたところです。この右側の上り線のトンネルの入り口にある柵の中をちょっと覗くと、なんと日本の鉄道、粘着式鉄道で最急勾配 66.7 パービルの証があります。胸熱です。熊野平からはまた立ち入り禁止区域を軽井沢に向けて坂を登っていきます。下り線の上り勾配は 66.4 パーミルでした。勾配のない熊野平信号所から急に坂が登っているのがよくわかります。すごい勾配です。これ画面でわかりますかね。いやほんとすごい勾配です。横に見えているのは国道19号線の旧道、前の動画で歩いたのはあの道路です。上り線の熊野平信号所の場内信号機ですね。本当に様々な鉄道設備が手をつけられずに残っていることが本当に感動的です。ただね、感動はするんですけれども、本当に勾配は急なので廃線ウォークというより廃線登山です。しんどい。ここまでは下り線を歩いてきましたが、この先台風被害があるということで一瞬だけ上り線を歩くことになります。いや、しかしそれにしてもジブリ感、ラピュタ感強すぎません？すごい遺跡感があります。台風の被害を受けた下り線が見えます。路盤が完全に流出してしまってます。これ JR だったらすぐ直すんでしょうけどね。もう今は廃線なのでこのまんま劣化していきます。そりゃこんな山ん中ですからね、線路は何もしないと劣化していくんですね。本当に JR の保線員の皆さん尊敬します。お疲れ様です。いつもありがとうございます。さあここで上り線から下り線にまた歩いていきますが、本当にこんなね、河原、台風来たらひとたまりもないですよね。こんなところに線路が走っています。こちら側のトンネルも路盤が完全に流出して枕木が浮いてしまっています。いや、いただましいです。台風すごいっすね。ここにもアプト式鉄道の橋がありますが、皆さんに見ていただきたいのがこの一番左のアーチ。よく見ると黄色と黒のしましまが、かつてはここは道路が走っていて下を車両が通っていたのでこんなのが残っているそうです。いつの時代の空き缶でしょうね。このイベントではアプト式鉄道の貴重な遺跡の上を歩いていくこともできます。だん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 夕方になってきましたね。さあこのトンネルの先にまた面白いものがありますよ。ご注目です。なんとアプト式鉄道を潰して作られた新線のトンネルです。このように途中の横穴から出て見ることができます。
さっき見てた横穴です。信越本線は上り線が単線で開業した後に、アプト式鉄道の線路を潰して下り線が作られました。その歴史を表す貴重な遺跡でした。いや、本当に緑が美しいんですけれども、足は相当きてます。だいぶ歩いてきました。本当にね、登山ですからね。もし皆さん参加するときは、ちゃんと登山靴など履いて参加されることをお勧めします。砂利の上なんてかなり歩きづらいですからね。さあ、そしてようやく最後のトンネル。トンネルの中で県境、群馬県から長野県に入りました。光が差し込んでいて感動的です。碓氷峠を登り切ります。軽井沢駅と連動した ATC の地上市です。ここでも軽井沢駅城内へと続く中継信号機を灯してくれました。皆さんご注目なのが、この勾配なので地下水がこんなに勢いよく流れるんです。すごい勾配だということがお分かりいただけますでしょうか。しかしこの勾配もようやく終点が近づいてきました。このトンネルの真上、北陸新幹線がわずか10センチほどの隙間で走ってるそうです。すごいですね。さあ、このトンネルを抜けると軽井沢駅城内です。信号機も灯っています。ここまで11キロ、日本の鉄道の偉大さを感じながら横川から軽井沢まで歩いてきました。この立ち入り禁止区域を歩く旅、すごく楽しかったです。過酷でしたけども楽しいので、皆さん機会があったらぜひ参加してみてください。不定期で開催されてますので、開催日時はぜひウェブなどでお調べいただければと思います。横には新幹線の保守基地があります。アプト式鉄道から鉄道の殿下、新幹線の開業と鉄道の進化を感じる有意義な旅でした。さあ、軽井沢駅の手前にあったのは 2.3 パービルの勾配の標識、これ裏返すと 66.4 パービル。いや、すごい勾配です。ここから勾配が変わるという興味深い場所ですね。さあ、軽井沢駅まではあと少しです。横川から長野県に入って軽井沢まで 11.2 キロ、歩き切ることができます。途中には廃止になった踏切がありました。奥には北陸新幹線 E7 系、もう今では軽井沢から高崎まであっという間です。そして終点の軽井沢駅、かつての信越本線の面影を残す長いホームが未だに残っています。鉄道の進化を感じる楽しい旅、軽井沢駅に到着して完結です。最後までご視聴いただきありがとうございました。過酷な鉄道旅動画をたくさん作っています。空猫の他の動画もぜひチャンネル登録してご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また旅の動画でお会いしましょう。